テュオハリム、脱がないのか？ん？ああ、そうか。いつもは従者がいたのでね。すまないが、脱がしてくれないか。俺たちがかよ！なんで俺たちがこんなこと。足を上げてくれ、テュオハリム。うん。おなんつう下着だ。確かにいいな。うん、ここまで来た甲斐があったというものだ。なんか余計に疲れたけどな。あ、テオハリム、今のなんだ？うん、こうして手を叩くと酒が出てきたものだったが。もうこいつ沈めちまわねえか。それにしてもちょっとぬるいな。湯加減か？ちょうど良い塩梅だが。むしろ熱いくらいだぜ。いや、やっぱり物足りない。シオンから炎の剣を借りてくる。おいおい、冗談だろ。シオン、頼みが。ハルフ、お前、なんだと。いい湯だった。ああ、また入ろうぜ。壁が壊された。今度は私たちの番。ええ、楽しみね。覗かないでよ。んなことす、ゆっくりしてくるといい。一番の若者が何を言っている。本当いい気持ち。みんなでお風呂に入るなんて夢にも思わなかったわね。えシオンのお肌が綺麗でびっくりしちゃった。美容の秘訣を教えてもらわないとな。もうやめてよ。絶対スベスベだよ。触りたい。ああ、危ないって。キサラはやっぱり筋肉質。何か言ったか、リンウェル。ロー、なんだよ。男児には乗り越えなければならない壁がある。おお。その壁を越えた時、男は男になる。そして私はその手助けができる。やるか？本当にやるつもりなのか、アルベ。これは男の儀式ってやつで。そんなわけないだろう。硬い男だ。そういう問題じゃない。でもよ、俺はここで男にならねえと。ワコードの成長の機会を奪うというのかね。ハルフ、アルフェンってかっこいいけど鈍いよね。まあ痛みがなかったのだし。
まったくお似合いだな。ほんとほんと。リンウェル、今のは？スケベ大魔王がいたのかも。何それ。アルフェン、どうしたの？俺は違うんだ、信じてくれ。それにしてもいいお湯だったね。うん、また皆で来よう。僕らもう一回入ってきていいですか？壊してはならぬ壁もあるが。この開口偶然と。